日常演技の食うたにようこそ。さて本日の演目はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら和食さとさんの天ぷらパーティーセットを食べたいと思います。天ぷらっていいですね。和食さとさんも出前館を始めてくる出ています。近くにはお店あるんですけど、まあこれ持って帰ってくると多分自転車だったら大変なので、でもうすぐ年末ですし大晦日ですし、年越しそばにトッピングする天ぷらっていうのもいいと思いますよと思って買ってみました。まあそばはないんですよね。でなんかこういう天つゆもあるんです。まあぶっちゃけた話、天つゆを用意やるための器を用意するのが面倒なのでもうそのままいっちゃいますね。でもその前にまずはこちらの枝豆、今回は種類が多いので全部食べてから最後にまとめて感想を言います。ではチャンネル登録よろしくお願いします。フライよりも軽くてサクサク食べられます。あ、衣もサクサクですね。で、何しょうもないこと言ってんなって突っ込まれそうですけど、これは年越しそばのトッピングにも良さそうですね。お蕎麦も用意すればよかったかな。でも出前館ではお蕎麦は取れない。あっと、天ぷら楽しまないと。おっと、変わり種もありますね。で、食べてみた感想なんですけど、まず天ぷらの衣は割と軽めでサクッとしていて、サクッとそのままもう衣の食感通りにサクサクと食べ進めることができました。フライに比べるとちょっと重さはないかなっていう感じですね。その分あっさりしていて食べやすかったです。で、天つゆをつけるとサクッと感はちょっとやっぱり失われてしまうんですけど、その代わりに天つゆの和の風味が衣に染み込んで、それがまた美味しかったです。具材は鶏肉、かぼちゃ、オクラ、なんか白身魚とエビ、レンコンなど鉄板のものが多かったです。あとオクラもありましたね。ただ2つ卵焼きの天ぷらっていう、なんか今まで見たことないような天ぷらがありました。これってどうなんだろう、わざわざ卵焼きを天ぷらにするって。まあ美味しくはありましたし、ふわっとしてましたけど、わざわざやるかほどかなとちょっと思ってしまいました。まあ美味しく、まあそういう手間もあるかけてるということなのかもしれませんが、この天ぷらセット年越しそばのトッピングにも本当にいいと思います。ただ自分は衣がサクサクしてる方が好きなので、さっと乗せてさっと食べる方がいいかもしれませんね。というわけでこちらの和食さとの天ぷらパーティーセットは5点とさせていただきます。具材単体だとお肉がおすすめですね。それでは、風鈴のロックンロール夏の日や。風鈴がロックンロールってどんな状況なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。全部終焉。日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。